チワン族の民族英雄はシサトシダカはシサトシダカは、北宋の大歴国、南天国、大南国の反乱の指導者、チワン族の歴史における民族英雄である。チワン族はシサトシダカは、安徳州出身。後に、高原州を攻め、勢力を持ってきた。中国総王朝の前に、高原州では、イ、キ、州、ワシと呼ばれる四大同王家族が、 長期的にこの地域の政治、経済の実権を握っていた。彼らはお互いに競争が激しくなっていた。やっと、和し家は地元の支配優位を得た。中国では、中央王朝が地元の有力者を用いて、地方を間接的に統治する土地制度が壮大に始まった。壮大諸島に、高原州の和し家は、宋王朝との密接な関係を保っていた。 総王朝が難関を倒した後、後には死悟し高の地元となる広元州から、和市民富という土豪が、宋の大宋の太平公国2年に、総王朝に長考し官職を得ている。それ以来、和氏家族の地元勢力が、ますます強くなった。和氏悟し高の父は和氏、全福と呼ばれ、安徳州の和氏や土豪であった。宋の仁宗の天正7年に、和氏、家が、 宋王朝に長考士官職を得て、和氏、禅福が、東名を、州の地衆を認じられ、弟の和氏あり禄が満、崖州の地衆を認じられ、和氏、禅福の妻の弟が、武六州の地衆を認じられた。後に和氏、禅福は、高原州とその周辺地域に攻め入って、勢力の拡張を図り、また、宋の神宗の宝元元元年に、高鎮の支配から脱するために乱を起こした。 そして自ら明らせ皇帝と称し、妻の淡氏を、明徳皇后と、なし、長司、佐藤し佐を、南守王に封じ、高元州を、改めて朝政国を建て、年号を、大男と称した。しかし、間もなく、高鎮の討伐を受け、翌年の春にはし、全福と和里氏里氏、し佐を捕らえられて殺された。和氏里氏だかは、母の淡氏と共に、 安徳州の文村へ逃亡し、高鎮の手を逃れた。その時から、佐都市高は高鎮を憎むようになった。こうして、父の後を継いだ和佐都市高は、安徳州の文村には3年間住んで、再び勢力を伸ばし、その周辺地域の61族がすべて佐都市高に所属し従った。宗の神層の喜び歴元年には、佐都市高は、反乱軍を率いて、 再び父の根拠地、東南を州に戻り、甲州の漢族新使をし、キエラなどと防御して、総王朝の統治階級の圧政に反抗し、その地に改めて大歴国を建てた。しかし、間もなく、ベトナム李朝の李徳政はこれを責め、和久都市高を捕らえたが、和久都市高が、父と兄をすでに殺されていることを憐れんで罪を免じ、元通り広、源の州を与え、地州都市、 千四十三年に大の保つとなった。和師里市高は、僧の人宗の喜び歴八年に好きに乗じて、反乱軍を引き、安徳州を奪い、再び李朝に反旗を翻し、その地に国を建てて、南天国と合し、年号経済と称した。このように、和師里市高は高鎮に幾度も反抗したが、その都度高鎮の圧迫を受け、その勢力は、左港から、 右工場流域へと移動していた。工鎮とすでに旧敵となっている和志里都高は再三層に服属を願ったが、層王朝では工鎮とことを起こさないよう排除し、彼の願い出を許さなかった。そのため、和志里都高は今度層へ攻め入って、層の人宗の後有元年9月期の富に反乱軍を率いて、州を攻め、結果的に攻略できなかった。 後には死佐都市高はまた三階層に服属を願ったが、総王朝では彼の願い出を許さなかった。こういう四年四月には死佐都市高は五千人の反乱軍を率いて、右工場流域の横山歳を攻め落とした。さらに、総王朝に公然と反旗を翻した和史軍が五月期の富に、再び州を攻め落城させた。その占領は多大な金銀財宝をもたらした。 和さとしだ高はその地に国を建てて、大南国と合し、年号を経歴と称し、自ら人系皇帝と称し、母のあわしを関成皇太后、長子を皇太子とし、皇子、キエラなど部下にも中国式の官名を授けた。州を陥落させた時には、反乱軍は一万以上の兵力に膨れ上がった。そして大衆を吸収して膨れ上がった、反乱軍は、宇つ子を降りながら、 余氏らの僧の討伐軍を撃退し、近隣の横、高など九州を陥落させ、ついに、甲州を包囲し、猛攻を加えたが、結果的に攻略できなかった。後には、久都市高は敵地に孤立し、甲州の放棄を決定し、反乱軍を率いて、後方の陣地の州へ撤退した。こういう5年に、総王朝から総軍敵西部が派遣され、同じ年の春正月の夜中に、 敵生は、混乱関を越え、州で和久都市高の反乱軍と改戦し対象した。和久都市高は、雲南徳間道へと逃亡した。母の淡し、弟の友光、この次州、次風羅も捕らえられて殺された。こうして、和久都市高の反乱は失敗した。和久都市高の率いた北総王朝に反抗する、後期は、総王朝の民族圧迫と、 階級圧迫に反抗し、高賃の侵略に対して、屈服、情報、広し忍ぶする総王朝の妥協政策に反抗するものであり、地湾族の歴史において大規模な正義の戦争であったと、地湾族出身の歴史学者の起源が主張している。和しさとしだがの放棄は、その後兵力の大きな差のために、総王朝に鎮圧されたが、その歴史的な意義は非常に大きかった。 今に至るまで、後世の各族人民、特に地湾族人民の中には、ずっと和久都市高の自責が伝わっている。和久都市高に関する最初の専門書、和久都市高の著者、地湾学の開拓者と呼ばれる高原、は、和久都市高の放棄の歴史的な意義について、以下のように解説している。第一に、外来の審判に反抗する。 ワン族と漢族の利害の一致により一つに団結を表した。ワシサトシダカは、総王朝との戦いに臨んで、甲州の漢族新使王子、イサムという帽子とも組んでおり、他にも数々の漢族人民を参加に加えていた。反乱期間には、李朝の侵略軍を何度も打ち破って、ベトナムの侵略に対して国土を防衛した。このことは、 地湾族と漢族の協力と団結を証明したことである。第二に国家の領土主権を守らなかった総王朝の峰南における封建統治勢力に重大な打撃を与えた。結果的に総王朝に峰南人民に対する統治の諸政策を調整させ地湾族社会の発展を推進した。第三に和志里氏高が大歴国、南天国、 大南国を建てたのは、チワン族人民の民族意識を強化することと、自己統一を要求する民族地方政権の意気を反映していた。ありがとうございます。